自分の膀胱を騙し通せ、おしっこ我慢人狼。どうせと、もちです。というわけで、おしっこ我慢シリーズ第3弾でございます。はい、今回はおしっこ我慢人狼ということで、この企画になったきっかけとしましては、はい、おしっこを我慢すると人は思考力が多分鈍ると思うんですよ。はいはい、そうですね、超絶鈍ると言ってる最中に、ちょっとなんかいつかのニュースで見た、なんか我慢してる方が集中力上がるみたいなことを思い出しちゃって。確かめちゃくちゃいい。待って、でもね、俺も聞いたことあるかも。なんかお腹空いてる時の方が集中力上がるとか。何の話してんの。というわけで、例のごとくオレンジジュースを用意しました。多いの。今回は1リットルです。多いの。というわけで、今回はおしっこ我慢人狼です。やっていきましょう。おい、まずね、飲みましょう。待って、おしっこタイムは、ラストというチャンス。そう、ラストチンチンタイム。キンキンキンチンチンタイム。じゃあ、おしっこ行きたい人。なんか やばマジ行きたいけど、俺おしっこしたかったもん、ずっと。だってお手を拝借。あ、じゃあお手を拝借じゃないか。さまざまな人狼に感謝をし、よーパン、いただきます。いただきます。あー無理じゃね。おしっこオレンジジュースになっちゃう、普通。めっちゃ飲むじゃん。ゲハハゲハゲハ。うん、おお、飲んだ。寒い、やばい、寒い。だって今さ、10度以下要冷蔵のさ、やつが1リットル入ってんのよ。それは寒いよ。あー、終わった、やった、終わった。じゃあ、まだ皆さんおしっこしたくないと思いますので、はい、おしっこが来るまで待ちましょう。はい、はい、ということで、はい、約1時間経ちまして、はい、やっていこうと思うんですけれども、現在のおしっこ指数を表していきましょう。8、7、5、6ぐらい。5だな。2ぐらいですか。やば。あー、というわけでね、やっていきまーす。はい、はい、はい、俺以外の人が進行して。今回ね、まあ、人狼って言ってるんですけど、はい、ちょっと長くなっちゃうなってことで、ワンナイト人狼っていうのをね、はい、用意しました。まあ、ここにですね、人狼2枚、村人が2枚、占い師、あと怪盗がね、入っております。で、これを、まあ、シャッフルして、まあ、プレイヤーに1枚ずつ渡されて、まあ、誰が人狼かって当てていくんですけど、はい、まあ、もしね、人狼が引かれなかった場合、平和村って言ってみんなが1票ずつね、違う人に入れて、もし全員が市民であった場合は市民の勝ち。はい。で、あとは人狼が1でも2でも1殺せば勝ちです。そういうことです。やっていきますか。はい、やっていきましょう。じゃあ引いていきますか。はい、はい、あ、大丈夫かな、しかり。はい、こちらですね。はい、はい、はい。じゃあまず、あ、占い師の人、拍手を行ってください。はい。え、あ、違った。隠し言葉。ちょっと待って、ちょっと待って。何してんの。やばい。でも、おしっこのことで頭いっぱいになっちゃって、はいって言っちゃった。じゃあ、もっちから見ていこう。はい。濃厚無限化に挑戦した結果な、これでーす。じゃあ、本当にしたい。あやめやけろ。はい、カタカタしてください。じゃあ、まず占い師の方、アクションを行ってください。あー、おしっこしたいよー。はい、じゃあ次、人狼の方、目くばせをしてください。画家描いてるかな。はい、じゃあ次、回答の方、アクションをご覧ください。はい、以上です。以上です。やめてください。夜明けました。確認していいですか。おはようございます。よっしゃ。やばいな。おはよう。もっち、何。バシ。村人です。僕も村人です。僕も村人です。嘘つけよ、おい。今とは人狼が2いるな。村人です。え、乗せは。僕は村人だよ。はね、村人4人や、行かれてるんだもん。ってことは、人狼が2いることは確定した。そして特殊な役職がここに2枚あることは確定した。だって占い師も怪盗も一応村人だよ。あれ、もっち何。村人です。春樹は。村人です。え、さっき占い師ってなかったっけ。
言ってさっき言わないっすよ。言ってもそれはお前気分がおかしくなっちゃってるだけだよ。まあ本当に村人か。俺は本当に村人だから疑ってんだ。4人いるわけねって言ってんだ。じゃあ俺が村人じゃなかったらラーメン買おうってやるか。終わった。おごることできんやん。じゃあここ2杯じゃあここ2杯じゃねえよ。ラーメンだねえ、やばいって。本当に意味わかんなこと言わないで。お前本当に村人なの。じゃあここ2人が人狼ってこと。じゃあお前かもしんねえ。てめえ、おわー、痛い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 。やだ。じゃあお前はハルキに票を入れることはできるか。だってハルキかどうかわかんないもん。ハルキに票を入れることはできるかって聞いてる。おい、ダメだって。出すなよ。出すのかどうか。お前はどうなんだよ。俺はできるよ。緩めるだけ。ハルキに言えることがか。ああ、それはお前が。なんでだよ。お前があれだからじゃないのか。俺は村人だから自信を持っている。もうねえ。えやばこいつ。マジで出したの。なんでこいつパンツ2枚履いてんの。もう人狼関係ないよそれは。人狼関係なくやばいよ。組み合ってる。おしっこしたいんだって。うちに質問するよ。じゃあハルキにお前票入れることはできるか。ハルキにはできるじゃん。ハルキかどうかわかんなくね。ハルキに指させるお前。でもこれはさ、誘導かもしんなくね、普通に。いや俺は確認したいだけで村人だから。でもこいつははっきり言わなかったんだよ、さっき。なんか濁したから。俺の予想だとここが手組んでるように見える。ああ、そういうことね。え、でも逆にさ、村人なの本当に。俺は村人で。だって村人ダメだ。まだ終わってない。試合してからさ。まだね。早く終わらせろ。これおしっこしてる客じゃないんでしょ。おしっこの客じゃないだろ。特殊なあれだ。ないあれ、ない気持ち書いたに票入れれる。限界だ。ない、絶対ない。やっぱお前濁すな。いや、さすがにそうだろ。なんでだってないって言えない。人狼だろお前。え、じゃあ俺に票入れれる。全員入れれるよ別に、うん、俺も全員入れようと思えば全員入れれるよ。もう遅いよお前は。なんでよ。俺はもうカイトだな。なんで人狼。俺だってマジで村人だよ言ってるけど、殺しても後悔するよ。お前が本当にマジで村人なんだったら、うん、俺は別にお前と手組んでお前と同じやつをさせるよ。ただ俺はまだお前が村人であるっていう証拠がない限りお前と手を組んで。だって証拠は出ないじゃん。だって全員村人って言い張って。だから俺は拒んでんだよ。だから俺は。でも俺こんなに積極的に尋問できるの人狼じゃ無理だな。あ、まあそうだな。いやでも分かんないよ。いや俺の早っ。そんなことない。分からない。何それ。2人だから。そうだから絶対市民が勝てる方法しか取ってないから、市民ってかまあその村人が。だったら俺は乗れるよって。だって俺も絶対に村人だもん。だから俺は乗れるんだよ。ねえ、なるかな。俺らでモッチ殺そうじゃん。そうな。いや、モッチ殺して、モッチは、うん、まあ別に俺らを狙ってもいいけど、結局俺らがお前を狙うことによって多数決で。だってこいつはもう聞いてないから、だって俺がどっちに入れよう割れちゃったら俺だけになっちゃうってことで。そうだよ。どう思う？いや、今ね。そうだよね。そうでしょ。お前が人狼ってことでしょ。ざっくりすぎてるんだよな、我慢しすぎて。ってことは俺が まず2人入るじゃん、うん、でまあどっちか入れるわけじゃん。まあ俺がハルキでもあるかもしれないけど、まあ、そうか。その場合でもそっか。そう、どっちにしろ村人が絶対勝てるんだから、お前もじゃあ乗ってくればいいんだよ、その村人が勝てる方法に。ここ2人とかない。その例えばたまたま多数決が抜けた2人とかない。だから誰が誰でも、うん、この方法は誰が人狼であろうと村人が勝てる方法なの。誰とか関係ないの、今やってること。シンプルに俺語彙力はないからめちゃめちゃ言いくるめられてんじゃん。トイレ来て。言いくるめられてるじゃなくて、うん、これは違うよ。こいつが怪しいよってこと言ってる。怪しいなんかだって言っちゃえば全員怪しいじゃん今。だ全員怪しい中でそれを証拠づけることをこいつが言った時に、俺はそれを絶対に乗っかってったけど、お前は乗っかってこなかったじゃん。誰を信じるかで今までの話で。じゃあカイト、みんなで2人でカイト殺せば。あーこいつは人狼だ。こいつは人狼だよ。こいつは人狼なんだよ。お前は俺も人狼だよ。俺らも人狼だ。早く死ねって殺してくれ。切れそうなんだよ、ホッチュ。早くしよう。投票しよう。早く投票しよう。もう投票行くか。投票して。これがいいかもしれない。早く。これがいいか。いい、それない。それない。もう投票しよう。もう投票しよう。そういうぜ。せーの。いい、いい。オープン。オープン。はい。はい。はい。モザイクめんどくさいからちゃんと映さないようにしてね。結構おしっこしたい。ちょっと暗いかもな。どう？結構やばい。
まだ半分。ハレヤ。まだ半分ね。俺もさ、おしっこしたいから早くして。俺もしたい。早くして。無限に出るんだけど。